チェンマイ動物園のジャイアントパンダチェンマイ動物園。タイ語、英語、チャチョン、マイズーは、台北部で最初に、チェンマイ県に設立された、商業動物園。1977年6月16日開園。太陽国動物園機構が運営している。チェンマイ動物園は、チェンマイ県同一テープへ向かう登山口にある。アメリカ人宣教師。 ハロルド・マイソン・ヤングによって1952年、創設。1977年6月16日、動物園機構に加えられた。ゾウやペンギンなど多くの動物を飼育しているが、特に中国から送られたパンダのチュワンチュワンと、リンフイー、その子のリンピン、加えてコアラのプロンドーンが人気。さらに水族館も併設しており、2008年10月28日、 133メートルのトンネル型の水槽が設置され、多くの観光客を引き付けている。チエンマイ県、ムアンチエンマイグンタムボンステープフワイゲーを通り100、敷地面積は0.81平方キロメートル。モノレールとバスで園内を巡ることができる。モノレール駅は4カ所で、料金は無料。その他に、水族館も併設している。ありがとうございます。